皆さんこんにちは、スリアサンキートと、有志の仲間で今日は演奏させていただいてます、今日演奏させていただいてますのはタイの東北地方にあるイサーン地方というイサーンと呼ばれている地方の音楽になります。でこういうこのポンランという楽器を中心とした楽団のポンラン楽団と呼んでるんですけども、まあ、向こうの言葉でウォンポンランと言います。まあ、ウォンというのはこうぐるりと丸くなる、まあ、丸くなって踊ったりとか演奏したりとかそういう言葉なんですけど、混乱中心した、形式の、バンドで演奏するという形になっています。まあ、イサーンの楽器いろいろあるんですけども、ちょっと今日私吹いてるこのケーンという楽器を紹介したいと思います。でこれケーンっていうんですけども、主にラオスとかタイ そのイサーン地方、東北地方の楽器になります。でなんか向こうのタイとか の古い洞窟の中で約2000年前の洞窟の壁画でもなんかこの形のまま描かれているというすごい歴史のある楽器みたい で、まあ、日本 の雅楽の笙という楽器あるんですけど、まあ、あれのルーツになったんじゃないかというような説もあるそうです。まあ、そういった楽器使ったりして今日は演奏していく感じになります。はい、でただいま演奏させていただいたのが小音という曲 で、まあ、主に向こうのコンサートとかで、まあ、ショーの始まりにドーンと始めるそういった感じの曲になっています。で次、2曲続けて演奏するんですけども、次まず1曲目は、ポンプータイ、タイ そのイサン地方とかラオスのプータイ族という人たちがいるんですけど、まあ、そのプータイ族のメロディーを舞踊のために編曲したようなそういう曲になっています。あともう一つはライ・ポン・ランという曲で、まあ、このポン・ランという楽器中心になんかすごく流れるようなゆったりしたこうタイのそういう大地を連想するようなそういうメロディーになってますので、聴いてください。
国に入り、イサーの曲を聴いていただきました。皆さんと一緒に何かできないかなと思って、ちょっと舞踊の体験をサニーさんと一緒にしようかなと思っていいですか。皆さんもあの上半身だけで大丈夫ですのでちょっとやってみてください。はい、上半身は脱いだ方がいい。脱いでください。そういうことですか。脱いでいいですよ。はい、じゃあマイクはいらないですよね。マイクいらないです、はい、両手使いますので。舞踊はどうですか。舞踊は頑張ります。頑張りますでもね、はい、でちゃんとあのできる方とできない方がいらっしゃいますが、オレアさんは多分できる。でも説得したらちょっと、はい、皆さんやっていただきます。あ、前前3人あの代表で呼びましょう。どうぞ。あ、どうですか、ちょっと舞踊やってみたい。もうなんか舞踊のために来てる。そうね。ぜひあのどうぞ前の方どうぞ前の方に一緒にどうぞ。他に誰かいませんか、やってみたい方。女性の方、男性でも大丈夫ですか。はい、もちろんです。男性どうですか。上をやってみたいという人いませんか。すごい、蹴られる時の方が手上げる人多かった。踊りたくはない、ね、どうですか、せっかくですから。いいですか。そこからの黒い T シャツのお姉さんはどうですか。ショートカット、はい。ダメ。男性はいませんか。いないね。そんなに暑くないのにちょっと先生すぎる。いいですか。はい、じゃあその場でお願いしますね。親指を少し前の方に曲げて、こうじゃなくてちょっと前に曲げます。これがウォンというポーズです。手を少し上に上げてください。こうじゃなくて横ね。そう、横に親指が右に向くようにしてください。はい、右手でやってもらえますか。一応ね、最初右手で、左はお金のポーズのちょっと長いやつで、おへその前に、これがチープです。チープ、はい、チープね、はい、ウォンがチープになります。チープはウォンになります。 OK? ウォンがチープ、チープがウォン、これ OK ね。1,2,3,41,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 そうです。これが前に行くとなんかあの阿波踊りっぽいですね。横にこう行くとタイっぽいです。じゃあ次の段階です、はい、サニーさんよく見てください。ウォン、お、前からほい、前からほい、 OK? 前からくるっと回してチープ、前からくるっと回してチープ。さすがインド、すごい。さすがインドって今誰を褒めてるんですか。インド舞踊やってらっしゃる方、もう一度1,2,3,4 1,2,3。そう、このちょっと前にこういう感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8。 じゃあ体験の方は1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7。 素晴らしい、ありがとうございます。タイさんどうですか。なんとなくタイっぽいですか。一応舞踊習ってます。おー、そうなんですね。嘘です。嘘ない。ありがとうございました。タイの舞踊のちゃんとあの基本を分かっていただきましたでしょうか。舞踊の動きはインドもね、よくそうね、こういう感じにしていらっしゃいますもんね。タイの舞踊はなんかこうこれが基本みたいです。うん、だから一緒にあの踊ってくれたら何でもいいんですけど、こうやって踊ってくれたら、なんでウォンでしょ。ウォン、これは言えるんですよ。違います。ありがとうございました。では最後に1曲演奏します。はい、そしたら残すところあと1曲となりました。最後に演奏するのはスーンポンランという曲になります。あのスーンというのがまあ踊りの曲という意味で、まあ、あのやっぱりまた今度座っていく方の
座って演奏する方のコーナーを使ってそれを中心に演奏します。で結構あの後半テンポがどんどん上がって速いテンポで混乱のちょっと超絶技巧が出ますのでそれをちょっと注目していただければなと思います。